ストラスブール大聖堂側面から見た、大聖堂戦闘下の展望台からの眺め、ストラスブール大聖堂、またはノートルダムド・ストラスブール大聖堂は、フランスのストラスブールにあるカトリックの大聖堂である。その大部分は、ロマネスク建築だが、一般に、ゴシック建築の代表作とされている。主な建築者としては、エルヴィン・フォンスタインベックがいる。 1277年から1318年に死ぬまで建設に関わった。高さ142メートルで1647年から1874年まで世界一の高層建築だったが1874年ハンブルクの聖ニコライ教会に抜かれた。現在は教会としては世界第6位の高さである。ビクトルユーゴは 巨大で繊細な脅威と評した。アルザス平原のどこからでも見え、遠くは、ボージュ山脈やライン側の反対側にある、シュバルツバルトからも見える。ボージュ山の砂岩を健在としたため、独特なピンク色を呈している。ストラスブールが、アルゲントラトゥムと呼ばれた時代には、この場所に古代ローマの聖域があり、 その後、ストラスブール大聖堂が建設されるまで、いくつかの宗教建築物が建てられた。7世紀に、ストラスブール教区の司教である聖、アルボガストが、聖母マリアに捧げられた教会をもとにして、大聖堂を建設したことが知られているが、現存していない。古い大聖堂の遺物は1948年と1956年の、 発掘で出土しており、4世紀末期から5世紀初頭のものとされている。これは、現在のストラスブールセエティエンヌ教会の位置から出土した。8世紀、最初の大聖堂は、カール大帝の時代に完成したと推測されているが、より重要な建築物に置き換えられた。 レミギウスは778年の遺言で、その建物の地下霊廟に埋葬されることを望んでいる。842年のストラスブールの誓いがここで建てられたことは確実である。最近行われた発掘調査により、このカロリング町の大聖堂には3つの新郎と3つのアプスがあったことが明らかになった。司教ラトノ氏によると、 この大聖堂は金や宝石で装飾されていた。このバシリカは873年、1002年、1007年と、たびたび火事に見舞われた。1015年、死去ウェルナーフォン・ハプスバーグが、カロリング町のバシリカの廃墟に、新たな大聖堂の基礎となる、最初の礎石を置いた。彼は、ロマネスク様式の大聖堂を建設した。この大聖堂は1176年、 新郎の木製の屋根が火災で焼け落ちた。この3時の後、司教ハインリヒフォン・ハズンバーグは、同時期に完成したバーゼル大聖堂よりも、美しい大聖堂を建設することを決めた。建設は既存の構造の基礎を利用し、完成に100年ほどかかった。司教、ウェルナーの建てた大聖堂の地下聖堂は無傷だったため、これを残し西側に拡張した。 八角形の先頭部分を設計したヨハネス・ h LTZ の像ロマネスク様式のクワイア東方さん、博士と聖母子像建設は、クワイアと北の翼籠から、ロマネスク様式で始まり、記念碑的な要素や高さの点で、皇帝大聖堂と呼ばれる建物から着想を得ていた。しかし1225年、シャルトルから来たチームが、 ゴシック建築の様式にすることを提案し、計画が大きく変更された。新郎はすでにロマネスク様式で建設が始まっていたが、資金不足に陥り、教会は1253年に、職友上の発行による資金で建築家と石膏を雇った。シャルトルのチームの影響は、彫刻にも見られる。有名な天使の柱は、 南の翼牢の天文時計の隣にあり、最後の審判を柱で表現している。1349年、ストラスブール在住ユダヤ人が差別に耐えかねて、死を襲撃しようと、建設中の大聖堂で仲間への合図として、ホルンを吹いた。同じ年に、彼らは井戸へ毒薬を流した。そして市長が、ユダヤ人を晒し者とすべく、 鉄製のホルーンを作らせて毎晩二度吹くように命じた。ストラスブール史自体と同様、この大聖堂はドイツ風のミュンスターとフランス文化の影響を受ける一方、東側の構造は特に窓よりも壁が強調されている点からロマネスク様式の特徴が色濃く残っている。とりわけ数千の彫刻で装飾された西側のファサードは ゴシック時代の傑作とされている。戦闘は当時最先端の技術を駆使したもので、石が高度な技術で直線的に積まれ、あたかも一個の石のように見える。それまでのファサードも事前設計の後に建設されたが、ストラスブール大聖堂のファサードは事前設計なしでは建設不可能だった。ケルン大聖堂と共に設計図を用いた初期の建築物とされている。 アイオワ大学のロバート・オーボークの研究によれば、ストラスブール大聖堂のファサードの設計は、ほとんど無作為にも思える複雑さだが、一連の八角形を回転させた図形を使って構成されていると指摘した。1493年のストラスブール1439年に、完成した戦闘は1647年から1874年まで、 世界一高い建築物だった。ファサードを左右対称にするためにもう一つの戦闘が計画されていたが、結局独特な非対称の形状になった。見通しが効く場所なら3 0トルの距離から塔が見え、坊主山脈からシュバルツバルトまでライン側沿いで見える。塔は四角い柱体部分をウルリッヒ延伸源。 八角形の先頭部分を、ケルンのヨハネス HLTZ が建設した。遠心源は1399年から1419年、HLTZ は1419年から1439年に建設を行った。1505年、建築家、ヤコブ・フォン・ランツ・フートと彫刻家、ハンス・フォン・アーヘンが、北の翼廊の外にあるポルテール。 サンローランの修復を完了した。この部分は、ゴシック後期、ルネサンス前期の様式が目立つ。ストラスブール大聖堂の他の玄関と同様、設置されている彫像の多くはレプリカで、本物は、ストラスブール市内にある、ルーブルノートルダム美術館に移されている。新郎から本堂を望む中世後期、ストラスブール市は大司教の支配から脱し、帝国自由都市となった。 15世紀は、ヨハン・ガイラー・ケーゼル・ベールの説教と、宗教改革の方がで彩られ、16世紀には、ジャン・カルバン、マルチン・ブーサー、ヤコブ・シュトゥルム・フォン・シュトゥルメックといった人物が活躍した。1524年、市議会は、この大制度を、プロテスタントの手に委ねることを決定する。そのため製造破壊運動の影響で一部損傷した。1539年、 文献上初のクリスマスツリーが、この大聖堂に設置される。1681年9月30日、ストラスブール市は、ルイ14世の支配下に入り、同年10月23日、王都、領主司教、フランツ・エゴン・オブ・フルステンベルクの臨席による、大聖堂のミサが行われた。これにより、大聖堂はカトリックに戻され、 対抗宗教改革で改定された典礼に従って内装の再設計が行われた。1682年、1252年に設置された内陣障壁を取り払ってクワイヤを新郎に向かって拡張した。この内陣障壁の一部はルーブルのオートルダム美術館とクロイスターズに展示されている。主祭団はルネサンス初期の彫刻だったが、 同年取り壊された。その一部は、ルーブルヌ・オートルダム美術館に展示されている。七百四十四年、ロバート・デコットの設計した丸いバロック様式の、制御保管室が、北側の翼廊の北西に追加された。七百七十二年から七百七十八年に、かけて、大聖堂の周囲の商店群を整理するため、大聖堂の周囲に、初期ゴシック、 リバイバル様式の回廊を建設した。フランス革命を経た1791年、ユダヤ人による反乱を非難するホルン吹きの習慣を廃止した。ホルンの一つは、ルーブルノートルダム美術館で見ることができる。ストラスブール包囲戦1794年4月、ストラスブール市を支配したアンラジェは、平等主義を損ねているという理由で戦闘を引き下ろす。 ことを計画し始めた。しかし、同年5月、市民が大聖堂の戦闘に巨大なブリキ製フリジアボを被せたため、破壊を免れた。この人工ものは歴史的コレクションとして保存されていたが、1870年に完全に破壊された。ストラスブール包囲戦の際、プロイ戦軍の放った砲弾が大聖堂に当たり、戦闘の金属製十字が曲がった。また、 クロッシングのドームにも穴が開いたが、後により雄大なロマネスクリバイバル様式で再建された。第二次世界大戦中、ストラスブール大聖堂は両陣へから象徴とみなされた。アドルフ・ヒトラーは1940年6月28日にストラスブールを訪問し、大聖堂をドイツ人民の国家的聖域にしようとした。1941年3月1日。 フィリップル・クレール将軍は、クフラの制約として、ストラスブール大聖堂の上に再び我々の美しい国旗がたなびくまで、決して武器を置かないと誓った。また、ドイツ軍は、ストラスブール大聖堂のステンドグラスを74枚取り外し、ドイツ本国のハイルブロン近郊の岩塩鉱山に隠した。戦後、アメリカ軍がこれを発見し、大聖堂に返還した。 大聖堂は1944年8月11日のストラスブール中心部への英米軍の空襲で被害を被った。1956年、欧州評議会はマックス・イングラン作の有名なステンドグラス窓、ストラスブールの聖母大聖堂に寄付した。この戦争での損傷が完全に修復されたのは1990年代初頭のことである。 2000年のクリスマスの時期にアルカアイダがこの大聖堂に隣接する市場を爆破する計画を立てていたがフランス及びドイツ当局がそれを阻止したフライングバットレスこの建築物の主な寸法は次の通りであるストラスブール大聖堂はアルザスでは軍を抜いて大きいが世界的に有名なゴシック様式の大聖堂にはケルン大聖堂 アミアンのノートルダム大聖堂、ミラノのドゥオーモ、ヨークミンスターなど、さらに大きな建築物がある。緑色の光に照らされた、説教団オリーブ山のキリストかなの、根源プロテスタントと革命期の偶像破壊、1681年、1870年、1940年代の、戦争、様式や、教会の天礼の変化など、様々な曲折はあったが、 ストラスブール大聖堂には多くの貴重な品々が残っている。痛みの激しいものや撤去されたものはルーブルのートルダム美術館で展示されている。特に重要なものを次に挙げる。天文時計大聖堂の南の翼廊に高さ18メートルの天文時計があり、世界最大の天文時計の一つとされている。かつては現在の時計とは、 反対側の壁に1352年から1354年に作られたドレコーニグッサーと呼ばれる時計があった。1547年、クリスチャン・ハーリンらが新たな時計の制作を始めたが、この大聖堂がローマ・カトリック教会になった際に時計制作が中断された。1571年、コンラッド・ダシポディアスと、 ハプレヒト兄弟が制作を再開し、天文学的により進歩した時計となった。スイス人画家、トビアス・スティマーが装飾の絵を制作した。この時計は18世紀後半まで使われていたが、現在は、ストラスブール装飾美術館に部品が展示されている。現在の時計は1838年から1843年に、 作られたもので、以前の時計の外装をそのまま使い、中身をジャンイコール・バプティスト・シューイル・ジュラが製作した。機能は以前のものとほぼ同じだが、機構は完全に一新されている。シューイル・ジュは、天文時計について1816年頃から研究を始め、1821年には試作も行っていた。この試作機は今は、所在不明だが、 複雑なグレゴリオ歴に従って復活祭の日を計算できる機構を備えており、ストラスブール大聖堂の時計にもそれが組み込まれた。復活祭は325年の第1、2回夜公会議で3月21日当日あるいはそれ以降の最初の暦上の満月を過ぎた後の最初の日曜日と定義されている。天文学的部分は非常に正確で、 順年や文典など様々な天文データを計算でき、単なる時計ではなく一種の複雑な計算機になっている。観光客はこの時計の精巧な外観しか見ることができないが、内部は精密な機構によって動作しており、最も美しい見物の一つとなっている。生き生きした人形たちが毎日違った時刻に、ムーブメントの中に出てくる。 ある天使は鐘を鳴らし、別の天使は砂時計をひっくり返す。別の一連の人形は子供から老人までの一生を表現しており、死神の前を更新する。また十二使徒がキリストの前を通り過ぎる。この時計は公式の時刻だけでなく、太陽時も示す。他にも曜日、月、年、王道十二星座、月の満ち欠け。 いくつかの惑星の位置まで示す。すべてのオートマタは午後12時30分に一斉に動き出す。伝説によれば、この時計を作った人物は完成後に自分の目をえぐり出し、再び同じものを作れないようにしたという。同様の伝説は、プラハの天文時計についても残っている。同じ部屋に欄干に肘を持たれかけた男の像がある。伝説によれば、これは、 天使の柱を作った建築家のライバルだった男で、このような大きなボールと立った一本の柱で支えられるはずがないと主張し、崩壊するのを今も待っているのだという。ストラスブールの天文時計をモデルとした時計はいくつかあるが、その多くは機能を単純化している。例えば、シドニーのパワーハウスミュージアムにある、 1858年から1989年まで、この時計は、アンラー社が保守していた。この会社は1858年にシューイルジュの、助手だった二人の兄弟が創業した。1989年以降は、アルフレッド・ファウリミルとその息子ルドビッチが保守している。ファウリミルは1955年から1989年まで、アンラー社で働いていた。 1976年の映画、パリの明かりは遠くは1942年のフランスが舞台であり、その多くはパリだが物語の中ほどに主人公がストラスブールに住む父を訪ねるシーンがある。窓からストラスブール大聖堂が見え、天文時計が時を告げるシーンもある。オランダのプログレッシブロックのバンド、フォーカスは、 この大聖堂をテーマとした曲を1974年のアルバムハンバーガーコンセルトに収録している。ありがとうございます。